こんばんは。2月の19日水曜日、乗り越えネット TV スタートです。今日のご案内役を担当いたしますのは、私乗り越えネットの共同代表新須郷です。この2週間といいますか、2回続けて大きな雪が降りました。そして、特に、先週の金土日ともう大雪になりまして、いまだに救助の手が届いてないところもあります。で、雪が降ったら雪景色というふうに考えるのではなく、そこのところで道路が寸断されたりとか閉じ込められてしまった人たちがどういう状況になるのか、例えば病気の人はどうなるのか、もしくは急に例えば発作を起こしたりとか、またはその何らかの形で治療が継続できなかった人たち、例えば透析をしている人たちはどうなるのかといった想像力が、やはり自治体の長を含め政治家には必要なのではないかと思います。今回初動がもう少し早ければ助かった命がたくさんあると聞きました。非常に残念なことだと思います。そしてその声は多くの形でツイッターで流れてきました。その声に対してもきっちりと政治家は耳を傾けるべきだと思っています。国威発揚のオリンピックに対してさまざまな形で それを活用するのもいい一つの政治的な手法かもしれません。確かにオリンピックで頑張った人たちに対して頑張ったねということは大事です。だけどもそれは今でなくてもできると私は思います。乗り越えネットでは実は一つお知らせがございます。私もちょっと頑張って始めたんですけども、ツイッターを始めました。今こちらの方で、ちょっとご覧いただきましょうか。乗り越えネットのホームページを今出しますね。ごめんなさい。乗り越えネットのホームページでツイートというところがあります。でそこを押していただくと、乗り越えネットの、はい、ツイッターをフォローすることができます。でまだアカウントを持ってない方は登録が必要になるかもしれませんけれども、ぜひ多くの方が、この、フォロワーになっていただけたらと思っています。ちなみに、ハッシュタグはシャープ乗り越えネットです。よろしくお願いします。ごめんなさいね、なんかちょっと今日は香川から戻ってきまして、香川とても良かったわ。というのは、高松のところで、高松の空港のところにですね、こうやって蛇口がありまして、蛇口をひねるとなんとそこからうどんの出汁が出てきたという、これもう都市伝説ではありません。ぜひ高松空港に行ったらその蛇口を探していただきたいと思います。それでは今日のゲストをご紹介。うどん、そういえば。ありがとうございます。今日はもう105人も来てくださってる。どうもありがとうございます。すごいですね。それでは、今日のゲストをご紹介します。すいません、何回も、浦本義文さんです。はい、こんにちは。よろしくお願いします。ブラック史研究家でいらっしゃって、でそして大学の講師もなさっていて、そして、実は差別はがき、事件の、被害者でもあるし原告でもあります。そのお話はまた少し、この後にお話をじっくりとお伺いしたいと思いますが、最初にちょっとニュースをご紹介させていただきましょう。今日野中、元官房長官が、国会に行きまして、なんとお叱りをしたというニュースがあります。これは安倍総理大臣の政権運営に対して相当に危険な状態になっていると、そして集団的自衛権の行使容認に向けた安倍総理のこのやり方について非常にせこいやり方で基本を間違ったやり方だという形で厳しく批判をされたそうです。ちなみに野中さんは永遠のゼロを読んでですね、こうポロポロなんか涙を流したそうなんですけれども、その、彼に対しても、百田さんですね、その経営委員の中に入っていますが、これもちょっと、考え直した方がいいんじゃないかというような発言をなさっています。すごいですね、野中さんね。そうですね。ねえ、感じた時になるとピシッと出てくる。まあ、やっぱりそれだけ危険な状態になってしまってるってことですよね、それはね。選挙の投票率を見てもそうなんですけども、今のその自民党政権の支持率っていうのは変わってないんですよね。そうですね。だからどっかで私たちが諦めた結果の今なのかもしれませんね。もう一本ニュースをご紹介しましょう。これはちょっと私はゾゾッとしたんですけども、谷垣さんです。谷垣法務大臣が、
今日裁判員経験者が死刑の執行停止と情報公開の徹底を求める要請書を送りました。死刑が行われているのは執行されているのは先進国では日本だけになります。アメリカでは一部の地域ですね。でそして、それに対して裁判員の経験者、そうですよね、自分たちがこう人を殺すというこの立場に立つかもしれないわけですね。でそのことについて、停止はできないというふうに答えただけではなく、谷垣法務大臣は一旦執行されないのではないかという期待を持たせ、また繰り返すというのはかえって非人道的ではないかというふうにコメントをなさったようです。谷垣さんは法務大臣になられてから、3回、死刑を執行しています。最初は3人、次が2人、次が1人だったかな、多分計6人です。で、彼が執行することにサインをすると、それで、刑務官が、ボタンを押して殺すという形になります。この言葉はどう思いますかね。必ず殺すということを前提にした話ですよね。それはいかがなものなのかなっていうふうに思いますけどね、本当に。人一人殺すのであるならば、徹底的に物証を出し、これでもがこれでもかっていうならともかくとして、日本の場合は起訴率が 99.9% です。こいつは犯人じゃないかと思った途端に必ず犯人にされるという ね、 そうですね。なんか脅迫事件ありましたよね、誰か、記憶にありますか。ほら、ネットを使った男の子が脅迫をして、なんか猫でうんぬんとか鎌倉でうんぬん、鎌倉じゃないな、なんだったかな。で私ね、ダメだ、思い出せません、すいません。もし今これ見てる人で、ちょっと事件のことが分かる人がいたら、そうそう、片山事件だ、ありがとうありがとう片山さんの事件ですね。片山さんという青年がそのインターネットでこう脅迫をしたという形で出てたんですけども、私ね、あれはどう見ても違うんじゃないかと思うのね。そのテレビの中で作られたネットオタクのイメージをですね、そのまま使ってやってて、でいろいろ資料を読んでみると彼がやったとはとても思えない。だけども容疑者になった途端に顔がバッと出てきて、でそしても犯人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 という形になっていくでしょ。すごく怖いと思うんですね。そうですね。ヨーロッパで、ギリシャだったと思いますけれども、つい先頃、ロマの子供が、シンティロマ、シンティロマの子供が、誘拐されたということで日本で報道されましたけど、実は誘拐じゃなかったわけですよね、あれね。実際に預けたというロマの親が出てきたし、で白人の娘だっていうことだったけれども、実際はロマの子供だったわけですよね。でそれを、ロマが犯罪者であるという前提で、全部報道してしまった。海外の報道っていうのはよく分かりませんが、少なくとも日本はそれで報道してしまった。で結果的には間違いだったっていうことが分かったけれども、その責任なんて誰も取らないじゃないですか。そうですね。あれはひどいなと本当に思うんですよね。シンティロマの人、これは差別語でいうところのジプシーで、日本の言葉でいうと移住労働者という形になります。でシンティロマはアウシュビッツでも何万人と、一家丸ごと殺されているし、いろんな意味でその非常に迫害を受け、そしてあの人たちは犯罪者だという形でいつもこう見られているという ね、だから普通のことでもやったんじゃないかという形で垂れ流されるんですね。だけどもね、死刑の執行というのはそういった報道や司法の延長線上にあるわけです。ですから人を殺すときにはしっかりとね、やっぱりその前の歯止めをどこまでやっていくのかっていうのがないと、やっぱり死刑というのは私は非常に危ないものだというふうに思いますね。ではそんなところで今日はこの危ない延長線上にこの事件が起きましたということ で、連続大量差別はがき事件、私は今こちらの方に出ておりますけれども、これ読んでね、怖かったです。ものすごい怖かった。こう久しぶりにホラーを読んだっていう感じがしてそうですよね。まずはですね、この事件がどういう事件だったのかということを、ご紹介していただけますか。事件は2003年の5月から始まりまして、翌年の2004年の10月19日まで続いた事件なんですね。で、
5月から15日、はい、日数にすると540日間毎日続いたんですが、はい、中身はですね、まあ、10年前に大学を卒業して就職試験に落っこちてしまって、はい、でずっと就職できないまま派遣労働者として非常に、苦しい生活をしていた若者がですね、はい、まあ、その自分の境遇に対して、なんとかこれを憂さ晴らしをしたい、うん、そう思っていたと。でその青年は、うん、全く東京生まれの東京育ちで、差別のこととか何も知らなかったんですが、まあ、東京はそういった研修とかほとんどやりませんからね、うん、ほとんどの人が知らないわけですが、まあ、彼もそうだった。で、ある日たまたま偶然公立図書館で見た本に触発されて、あとネットの情報などをもとにして、まあ、複数の被差別部落の出身者の名前と、住所を自分で調べましてね、はい、その人に対して連続して脅迫状を出すと、差別手紙それから脅迫状ですね、はい、そういうことを続けるっていう事件だったんです。ちなみにちょっと脅迫状は、はい、今出てきますか。すごく細かい字ですよ ね、 そうですね、細かくてびっくりするような、でこの文章が400件以上も来たわけですね。そうです。でそれ毎日来たわけですね。毎日ですね。で結局一番最初はそれが来た時はどんな感じだったんですか。ですね、私の場合には自分のアパートにハガキという形で一通ポンと来たんですね、はい、でそれがこれご覧いただいているものなんですけど、はい、私が一番最初に受け取ったものなんですけども、はい、私が被差別部落の出身者であると、はい、でそれをまあ差別語を使って書き連ねて、はい、だから死んでしまえと言った内容なんですけれども、はい、まあ、確かに私は被差別部落で生まれ育ったんですけども、はい、まあ、東京の出身じゃないんですね、はい、それで、関西の被差別部落で生まれ育って東京に大学で出てきたもんですから、はい、今東京の部落に住んでないんですよ、はい、で、まあ、隠してるつもりはないですけど誰にも僕自分が被差別部落の出身だって分かるはずがないんですよね、うん、それをこう犯人はどういう方法を使ったかはその時点で分からなかったですけども調べ上げて、で私に個人的に脅迫状を送りつけてきたと。それ毎日？毎日ですね。私は結局毎日だったですね、うん、そして送られてきて、まあ、犯人がわからないままずっと月日が経っていきますよね、はい、うん、でそしてもちろん警察に告訴もしたんですけれども、うん、まあ、最初はほとんどやっぱり相手にしてくれないんですよね。わかんないものね、インターネットの中もそうですし、いろんな形でこう言いたい放題やってたりとか、まあ、警察官自身もその問題がわかりませんから、うん、とにかくですね、何なのかわからないですね、うん、事件そのものが。でよくわからない事件だって済まされてしまって、はい、で私の方はもうとにかく毎日脅迫はされるし、そのうちに自宅の周りにこうはがきをばらまかれましてね、でお前の近くに住んでる浦本義文という人間はあれはブラック民なんだと、で人間じゃない虫けら同然の人間なんだと、そういう人間を置いとくとあなたまで間違われますよっていうような宣伝をするわけですね、はい、それの宣伝に乗ってしまった周辺住民の人というのが何人か出てきてしまって、実際に追い出しの嫌がらせを受けるっていうような事態にもなりましたし、そこがきつい、そこもきついですよね。そうですね、だから結局、私があんたに何をしたのって話ですよね。何も悪いことはしてないんですけど、うんうん、で何にも関係ないのにある日突然その差別を大量にばらまかれて、はい、でその犯人だけではなくてその犯人の扇動によって動いてしまう人っていうのがたくさん出て、その人たちがまあ集団で襲いかかってくるわけですよね。まあ生き地獄だったですね、嘘ではなく本当に。そしてそれが続いて、はい、でも浦本さんの住所を調べたで、はい、周りの人たちの住所も調べたっていうのはまたすごいですね。そうですね、それは、結局逮捕されて裁判にかけられて、その裁判の中でどうやって調べたのかっていうのが全部分かったんですけども、うんうん、はい、私の場合にはたまたま偶然図書館で私の本を読んだと、はい、で、私の名前が気に入らなかったという理由ですけれどもそれ以外に理由ないんですが、はい、それで、その図書館の中にあった全国の電話帳を調べたら、はい、名前と住所がすぐに分かったと。
いうことなんですね。要するに電話帳で調べて、でもその浦本さんがこの浦本さんだということは、私の場合はあの、うん、名前がちょっと変わってるので、そうですね、吉文さんってちょっとなかなかお読みできないんですよね。そうなんですよね、うん、同姓同名がゼロだったんですね。ですから全国の電話帳、しかもそれも端末で検索できるサービスだったらしいんですけど、検索で私の名前を入れて打ち込むと全国の電話帳を全て検索しても一件だけしか該当がないという、こういうことだったらしいですね。それでここまでいろんなことを書いて毎日書く内容があって、まあ最も内容はほとんど毎日同じなんですね、うん、あの全部手書きで毎日毎日書いてる割にはですね、どこかの本かネットに載ってるような偏見ですね、それをずっと書きつなれてある、あのいわゆるコピペですよね。そうですね、こういうひどい言葉を言う人たちの特徴ですよね、また同じ言葉使ってるというですね、まあ、要するに知識がない、うん、こういう言い方したら適切かどうかわからないですけど、わからないんですね、書いてる本人自身が、もちろん私のことも知らないし、だから差別はしたいんだけれども、その要するにあまりよく知らない、だから書くことがですねないんだと思うんですよ、それで結局毎日同じような内容になってしまうんだと思うんですけど、でも540日といったら1年びっくりしますよね。1年何ヶ月になるんですかね。1年とちょうど1年半になるんですよ ね、まあびっくりしました、本当に。そうですよ ね、もう恐怖の真ん中に落とされますよね、あの夜は寝られないですね、全く。なんかあのあいつじゃないかこいつじゃないかとかって思うことがありました。あのやっぱりあの、これだけ、まあ、全体の被害は400件あって、被害者の数は100人を上回ってるんですね、ですから平均すると1人で 1回か2回か被害を受けてるんですが、私1人が約100件、まあ、正確に言うと99件の被害を受けたんで、どう考えても私に対して何か恨みがある人間なんじゃないかって最初は思いましたね。警察もそう思いますよね。そういうふうに思って、ですので、私が告訴した時に私が一番調べられましたね取り調べを受けたのは私が一番多かったです。私の身辺も徹底的に警視庁とによって捜索されたですね。でそれで犯人はどうやって分かったんですか。ですね、まあ、たまたま偶然ある公立図書館で、あのブラック差別の偏見に満ちたような内容の本を彼は読んだっていうんですね、彼自身に言うと、それで生まれて初めて、その本を読んで生まれて初めてブラック問題というものを知ったと。でもともとさっきも言ったように自分の境遇に対してものすごく不満があって、あのすごくこう自分はあの社会から無視されているっていう疎外感がすごく強いわけですよ、でプライドも傷つけられていると思ってるし、でその方がね、本人自身がですね、でその不満をとにかく弱いものをいじめることでなんとか晴らしたいと思ったっていうんですね、でも彼はそれが正義だというふうに正義だというふうに思ってたっていうんですね、その時には、でこんな悪いやつだから、その本を読んで、とにかくブラックの人間っていうのはこんなひどいやつらなんだと、だから差別して当然だと、いや差別じゃなくて叩いて当然だというふうに思ってたわけですね、そうですね。それで彼としては差別を、自分はブラック差別をやりたかったんだというふうに法廷で言ってるんですけど、とにかくその誰でもよかった、ただたまたま偶然その本の隣にあったのが私がまあ書いた歴史の本だったってですね。これは偶然の話なんですけど、本当に人生呪いますよ ね本当運が悪いとしか言いようがないですけど、でまあ私の名前が彼は気に入らなかったので、それで主要な攻撃相手に選んだっていうんですね。何の別に何の恨みもないし、全く一面識もない、完全な赤の他人で見たことも聞いたこともない人なんですけど、でその方を法廷でご覧になった時に、どんな感じがしましたか。初めて彼を法廷で見た時はですね、まあ普通の若者だなと思いましたね。で彼はまあ彼のお父様とかお母様も出てきますね、本の中では、私がこう読み取る力が十分にあったとは思えないんですが、あんまり子供に興味を持ってないというか関心を示してない感じがしましたね。そうですね、これは私が私の受け取り方ですけども、最初に来られた時に
彼が逮捕された直後に、あの浦本さんに謝りたいって言って私の事務所を訪ねられたんですね、当時の。でその時にあの私に会ったご両親がおっしゃったことが、まあ、自分の息子がいかにこう優秀な、その優れた子であって、そして本当はこんなことすることじゃない、いい子なんだということを必死にこうおっしゃるわけですね。でとはいうものの、彼は間違いなくやってしまってるわけですよ、それはまあ両親も認めてるんですけども、で両親の言ういい子である彼と現実の彼との間にすごいギャップがあるんですね、でもそのことについては両親は見ようとしない、で例えば彼は10年間も就職ができないで派遣労働者という、まあ、彼に言わせれば非常にこう不当な待遇で、あの不満だったというわけですけど、その状況を変えるために就職試験何遍も何遍も受けるんですけど全部落ちてるわけですよ。で当然両親としてはそのことをものすごく心配に思ってるだろうと思って、私がそういうふうに聞くと全く心配はしてなかったっておっしゃるんですよね。それはあのうちの息子は本当に優秀な、親の自分が言うのもなんだけど極めて優秀な男なので、たまたま偶然間が悪くてそうなってるだけだから、いつか必ず就職できるから心配など全くしてなかったとおっしゃるんですけど、子供はあの親に相談をするということはなかったんですか？まあ、僕の考えでは彼としてはできなかったろうと思いますね。あのご両親の考え方では結局そのご両親は現実の彼ではなくて、まあ、ご両親にとっていい子である、こうあってほしい彼っていうんですかね、そういうのをこうずっと見てるわけですね。ところが現実の彼は毎日毎日こう苦しんでるわけですよ。で家の中で一番身近に接してる両親、家族3人だけの家庭ですから、そこであの一番自分の身近にいる人間が現実の自分ではなくて空想の自分たちで作り上げた子供を見てるわけですね。子供を見てるわけですから、非常に孤独だったと思いますね。それね、あの今のこの間小学校の小中学校の先生たちと話をしてた時に、親が変だって言われたんですね、でうちの子に限ってとか、うちの子はいい子なんですって言ってでそしてなんかこう問題が起きた人、子供の話は全部鵜呑みにして学校に来るけれども、一番先に言うのはうちの子はいい子ですっていうに、だからこうお前そんなことしたんかボケみたいなことをね、言う親はもういなくなったっていうんですね、でなんかこう子供との付き合い方とか向き合い方っていうのがちょっとこうなんか生身じゃなくなった感じがしますよね。なんかあの現実の家族じゃないみたいに感じるわけですよね。で、まあ、その子供の大事にしなきゃいけないとかそれはそうだと思うんだけれども、その現実にこう苦しんでる息子と向き合ってないっていうんですかね、それで親が謝りに来てもね、おいくつだったんですか？関係ないですよね。いやご両親で来られました、お二人揃って。あのじゃなくてあの息子、あのその方をあの差別はがきに書いた人はおいくつだったんですか？34歳の立派な青年なんですよね。34歳だと親が来て謝っちゃいけないね、そうですね。だから僕は最初来られた時には、ご両親から謝っていただく筋のことではないので、あの謝罪って言われてもそれを受け、はい、お受けしましたとはちょっと申し上げられないですけどっていうふうに言ったんですけどね、まあその時の話ですね、それにしてもね、540日間こういうものが来たら普通でしたら持たないな、ノイローゼにもなるし、それからあの人との関係が不信感になるし、私もこう例えばあの、ね、あの会社始めた当時とか、なんか一本その日電話が来ただけで一日中こう気分が悪かったりとか、いやもうそういうものですよね。それが毎日毎日毎日相手が分からないできて、どうやって保ってたんですか？いや毎日泣いてました。夜一人で寝床の中で泣くんです。怖いよね。情けないですけどね、もうどうしようもないですね、本当に。泣くより方法ないですから。で彼はあの法廷の中でそれをやったことの、 あの重さというのはどれくらい認識してたんですか？極めて軽かったですよね、あの最初本当に、何も悪いことをしてないということを言ってましたから、あの確かに差別はしたと、それは差別を、ブラック差別をしたいと思ってやったんだから当然差別はしたけども、法律は破ってないと、こういう言い分だったんですね。あの
ネットの中ではよく順法精神が言われてますけれども、であの殺すというのはあの脅迫だけど死ねは脅迫じゃないとかっていうのと一緒ですね。あのまさに彼は法廷で本当にそう言ったんですけど、自分のその差別手紙をよく読んでくれと、どこに殺すと書いてあるかと、全部死んでしまえと書いてるはずだと、それは自分は専門の法律教育を大学できちんと受けていて、ちゃんと法律を破らないように差別することを工夫してやったからだと言ってるんですね。その方が怖いよね。すごい確信犯ではあるんですけど、自分は法律だけは絶対に破らないと、人法精神があるんだと自分にはと、言ってましたね。そういった差別的なことをやってもそれを罰する法律がないから、これは違法ではなく、ないと。でしかもみんながこんなに悪いことをしてるやつらなんだから、正義のために叩いていいんだと。そうです。それでその時こうあの弁護士さんとか、はい、もしくはその検察の方はどんな感じだったんですか？ですね、彼の弁護士は全く彼の言う通りそのように主張されてましたね。あの日本国憲法は全ての人間に差別する権利を認めているっていうふうに堂々と主張されていましたから、法廷で。ちょっと待ってください。日本国憲法は日本の国民に、日本国憲法、日本国憲法というのはあの国民の枠の中でしか権利がないですからね、はい、そうです。そうすると日本人はということですね、日本国籍を持った日本人は差別する権利があるという、権利があるというふうに憲法に定められているということを弁護士さんが法廷で主張されてましたね。すいません、今日ここであの法律関係やった人おりますかね。私はなんかちょっと今初めて聞いた論理だったんですけど。僕もびっくりしました。差別する権利がある、そう主張されてました。権利というのは国家との関係性ではなくて、対個人と個人との関係で差別する権利があると。他人を差別する権利があるんだと。それは表現の自由なんだと。ああ、やっぱりそこに来るのね。主張されてましたね。だからその今回の場合には彼はまあもちろん差別で起訴されたわけではなくて、はい、脅迫罪、名誉毀損罪、信偽造同使用罪っていうですね、私も初めて聞いた名前だったんですけど、はい、この3つの罪で起訴されたわけですね、でそれは全部ですね、まあ、彼に言わせれば自分のミステイクであると。例えば脅迫罪に指定されているものはあの400数十件も書いてるから、中に注意してるつもりでもついつい本音がこう出ちゃう時があると。それがミステイクだと、それがあの死んでしまえと書くはずだったのに、殺してやると書いちゃったところがあると、そのミステイクをあげつらわれて罪だというふうにこう言われてるっていうんですね、彼から言うと。つまり彼は差別する意思がなくて、いや差別する意思はあるんだけども、脅迫するふうには考えていなくて、そうです、脅迫罪にならないように工夫したのに、一生懸命工夫したのに、あのやっぱり中にその誤字脱字の類ですね、ミスしてしまったと、はい、そのミスをあげつらってその逮捕されてその裁判にかけられたと。自分としては納得できないということなんですね、それが。あの その時の法廷の雰囲気はいや、そういうことを淡々と法廷でですね、しかも堂々としかも冷静に主張するんですよね。でびっくりしましたけど、法廷にいたみんながびっくりしたんじゃないですかね、検察官はもちろんびっくりしたような顔してましたし、裁判長もびっくりしてましたね。この事件の場合には裁判長もかなりその本人尋問ではですね、何遍も繰り返し裁判長自らが尋問してるんですね。珍しいですね、やっぱりびっくりしたんだと思いますよ。そうですか、で彼が先導をした形になって、そして地域の人たちからも、出ていけというふうに言われて、何もしてないのに、で、ね、その彼らの言い分はどうだったんですか、と。地域の人たちはですね、後で一人の方と話す機会が偶然できたんですけど、その人が言うには、自分は東京生まれの東京育ちで被差別部落など見たことも聞いたこともないと、だから差別などはできるはずがないと、だから自分のやってることは部落差別ではないんだと、たまたまあなたが被差別部落の出身だから出て行ってくれと思っただけで、それは差別でも何でもないんだと、こういうふうに主張されてましたね。すいません、私もちょっと日本語ちゃんと整理しなければいけないんですけれども、思ってないからやったことは差別ではないということなんですか？そうですね、要するに自分は部落差別をしようなどと思ってないので、
あの差別ではないということですね。要するにだけどもあなたはブラック民だから出てってくれというのは、これはブラック差別とは違うということです。違うと、その主張はですね、あの、はい、浦本さんに対して何か恨みでもあって、それで言うなら良くないと思うと、はい、でも私は今日会うまであなたが浦本さんだということも知らなかったし、浦本なんて名前も聞いたこともなかったので、だから、あの、別に浦本さんに何の対も自分は持ってないと、だから何の悪気もないんだから悪いはずがないという、こういうことをおっしゃるんですね。私ね、そっちの方が折れるよね。あの、びっくりしましたね。折れますよね。で、私はだから、そのおじ、まあ、あの50代のおじさんだったんですけども、彼にはですね、まあ、あの、ご存知なかったら今日覚えてくださいと、あなたがやった行為をこの国ではブラック差別という名前をつけて呼んでるんですと、いけないことだということでみんなでやめようということを国も含めてみんなで言ってるんですと、だからぜひそのことを今日覚えてくださいって言ったんですけど、どうも分からなかったみたいですね。なんか今の日本の政権と同じですね。ああ、俺は悪気はなかったんだからね、やったことは別にね、侵略でも何でもないっていうのと一緒で、ね、あとそれから俺は殺す気はなかったんだ、俺は何の気はなかったんだ、だから言いがかりであるっていうのと、まあ確かに、確かに、あの、差別してやろうと思ってやってるんじゃないっていうのは分かりますよ。それはそうだろうなと思いますね。だけど結果がやったことはどう考えてもその差別に基づく追い出し行為なんですけど、それが悪いとは思えないんですね、どうしても。そうなんでしょうね。結局自分は何もそのまあおじさんに言わせれば悪意を持って行ってるつもりがないもんですから、その、まあ、差別することが悪いと思ってやってるわけじゃないので、だからいくらそれがおかしいですよ、ダメですよと言われても認められないみたいですね。そうか。で、あとはうちだけじゃないっていうふうに思う。そうですね、まあ、何件もありましたし実際に、だから周りもやってることだし、で、私がそれは差別じゃありませんかっていうような言い方をしたら、あんたは言いがかりをつけるのかっていうんですよ。本当になんか日本の政府の答弁を聞いてるみたいですね。言いがかり、そうか。だけど、まあ、最初の事件もそうですけども、それがまあセカンドレイプ、サードレイプというような形で、ずっとこう、あの、話せば話すほどこう打たれますよね。そうですね、いまだにはそうなんですけど、まあ、インターネットの掲示板サイトなんかに浦本義美のことを語るスレッドみたいな立てられましてね、それで何百件も私の個人的な誹謗中傷ですよね、まあ、デタラメばっかりなんですけど、 そうですね、それを書き連ねられたりしてきました、まあ、今も続いてますけれども、でそういうことを目に遭いますとね、それは S 君が相当変わり者で、まあ、S 君というのはこの事件の犯人のことですけど、まあ、中に1200万人も当人がいれば中にはそんな、あの、変わったやつもいるよっていうふうにいくら言われてもですね、そうとも思えなくなるわけですよね、それにやられたのは私ですからね、やったのはその人で、やられたのは私ですから、それは、まあ、結局その犯人自身は何もその大したことだと思ってやってるわけではないわけですね、まあ、でも彼に下ったのは実刑の2年、実刑判決でした、あの、実刑2年を食らうほどの罪だと彼は認識しましたか、まあ、刑務所に入るまでは全くそんな自分は悪いことはしてないと思ってたようですね、だから刑務所に、あの、刑務所から出た後に私と1年間文通したんですけども、文通したんですよ。その間の文通の中にですね、まあ、刑務所の生活のことが彼が書いてて、その浦本さん刑務所に行ったら周り中全部犯罪者なんですよって書いてあるんですね。彼も犯罪者なんですけど自覚がないんです。どうしようどうしよう。まあ、文通し始めたのはとにかくその彼に謝ってほしかったんで、僕はどうしても。そうね、当事者に謝ってほしいですよね、あの、他人じゃなくてね、裁判の中ですらそんな謝罪の本当の気持ちなんていうのは言わなかったし、我々被害者のことを裁判の中で公判廷で侮辱したりとか平気でしてましたから、どうしても謝ってほしかった。それで彼が出所した時に彼に手紙を、あの、出所情報っていうのは犯罪被害者保護法でもらえることになってますから、それでもらったんで彼に手紙書きまして、
まあ、君は謝るつもりはないのかということを書いたんですね、うん、そしたら彼から返事が来ましてね、そこからあの1年間の文通が始まったんですね。彼はあのいつ自分のしたことが相手を傷つけたっていうふうに理解したんですか？一番最初に悪いことをしたと思ったのは彼のその文通の時にもらった手紙によると、あの裁判の最後で私が被害者として出廷しまして、うん、私に対する尋問が法廷で行われているんですね、はい、それを見た時だって言ってますよね、裁判の一番最後のところですけど。でそれまでは浦本義臣って人は見たことも聞いたこともないかったと自分は。あ、だから傷つけて、あの人間としての認識はないんですね。ないんですね。ただの彼にしてみれば活字なんですね、浦本義臣ってのはあくまでも、うん、それが具体的な人間が目の前に出てきて、でどんなにまあ辛かったかとか、いろいろ自分の目の前でルル述べたと、それを聞いてるときに人としてあのその自分が支えてやれなくなったって言うんですよ彼は。え、ちょっと待ってくださいごめんなさい、はい、あのもう少し、自分が支えて、要するにその彼に言わせれば、うん、それ誰を支えるってことですか？それ自分自身をですね、結局彼に言わせると、うん、まあ、彼の書いてることをそのままにご紹介すると、浦本さん僕だって人間なんですよっていうふうに書いてあるんです。だから自分の知ってる人とか、あのよくその知ってる人ですね、例えば小学校の時に自分をいじめた人間であったとしても、うん、とにかく自分のよく知ってる人を傷つけるなんてことはそんな真似は自分にはできないって言ってる。知らない相手だから平気だったんで、全く知らない相手だし、ブラック差別なんて見たことも聞いたこともないし、自分には関わりないものだから平気でできたんで、それが自分の目の前に被害者が現れて、どう見ても人間で、それしかもその切々と被害なんか訴えられたら自分は人間として耐えられないって言うんですよね。それを聞いて、あなたは殴らなかったんですか？いや、まあまあ手紙ですから殴りはしません。まあ確かにそうですね、あのああと思いましたね。ただまあ彼と1年間そんなやり取りして、あの周りの人間はそのそれは浦本もそのご苦労残ったってみんな言ってましたけど、うん、でもまあ私は私なりに少し分かったような気になりましたね。何がですか？あの、うん、彼が確かにその派遣労働者で仕事もなくて、でもうようやく続けられた仕事も3ヶ月で終わりになるわけですよね。友達もできないし、家庭の中でも孤独だったしっていう状態っていうのは確かに彼にとっては辛かったんですね、間違いなく、うん、彼にだってプライドはあるし、それからあの夢もあったはずですけども、何も叶えられない。でなんとかこれをその自分の置かれている立場をこうみんなに理解してもらいたいって気持ちが強かったんだと思うんですよ。でただ彼はそれをそういうストレートな言い方で言うんじゃなくて、自分より弱いものを見つけ出してきて、それをいじめることでその一瞬だけですね、あの自分が何かすごい力を持った人間のような錯覚を自分にさせるっていう、でそれが彼にとってまあ生きる力になるっていうですね、そういう非常にこうまあ歪んでるって言えば歪んでるんだけど、そういう自己表現の仕方しか彼は選べなかったというのが真相じゃないかなと思うんですね。あのインターネットの中でね、あの少し名前の出た人たちを罵倒したりとかするというのも、うん、ある種その歪みですよね、その人たちと対等に、まあ、その人たちにとってみれば、うん、その要するに間違った発言を書き込むような人たちにとってみれば、それはそれである種のリアリティのあることなんだと思うんですね、うん、問題はそのリアリティが他人に理解できるかどうかっていうのは別問題ですけど、そうですね、ここで少し、あ、画面が落ちてしまいましたか？止まった、真っ黒、レレごめんなさいね、声は届いてます？声は届いてきてますか？大丈夫ですね、はい、あのじゃあここでちょっとあの、いろいろあのご質問など来てるみたいですが、何か、あれごめんね、 OK です、ありがとうありがとう、すいませんでした、はい、何かご質問など のありますか？あの、どれかコメント取っていただければ、はい、ありますか？どれ、それですか？感想ですね。あ、感想ですね。ボビーさんかな、
これ在徳や寝豊が訴えられた時の法廷でもあり得る光景だと。ああ、そうね、悪気がなかったから差別じゃないという主張は、在徳らにも通じる。そうですね、どうでしょう、今いろんな形でね、はい、ヘイトスピーチって、はい、政治家が特に間違って使ってるじゃないですか、うんうん、僕もヘイトスピーチを受けてるって違うでしょっていうね、構造的な差別を受けてた人間たちに対する憎悪の扇動ですから、うん、だから汚い言葉をかけたらね、それが全部ヘイトスピーチではないんですね、はい、だけども、まあ、今そういう形で、とてもたくさん起きている、はい、それで、昨年2013年度のヘイトデモの合計というのは、調べられた限りで360件以上ありました。でその他こう嫌がらせとかパネル展とか入れますと500件以上になるわけですね。でこの今の状態について、実際にその浦本さんがこの経験をしてきた上で、今の状況どのようにご覧になりますか。うん、ある種 の、 その断絶だと思うんですよね。断絶、社会の中に明確に大きな断絶が、クレバスが空いてるというふうに思って、どことどこですか。それはですね、例えば私にこんな事件を起こした S 君のような、 S 君の場合当時34歳だったんですけども、はい、若いその青年たちの置かれてる状況っていうのが、はい、日本の中高年って全く分かってないですよね。そうね、うん、分かってない、うん、それはもうはっきり言えますね、うん、こんな事件見ると、うん、あ、わけのわからない事件、それでおしまいになってしまって、うん、なんで若者がこんな事件を起こすのかっていうことについて、うん、理解をしようとしてないところがあるような気がするんですね、まあ、事件の最中の僕もまさにそうで、とにかくこんなことを自分に対してやってくる人間許せないっていう気持ちだけだったですから、うん、それがやっぱり彼と実際にいろんなこと話をしてみて初めてその、うん、まあ、確かに彼のやったことは悪いことであって、うん、自分の受けた被害っていうのは理不尽なんだけれども、そのじゃあ彼の置かれてた状況っていうのがそれは大したことないんだと言えるかって言ったら、それはちょっとまた別問題かなっていうふうに思うようになってきたんですね、うん、で結局そのことにこうとでも我々の、私はまあ今年49歳ですけど、我々よりも年上ぐらいの日本人ってみんな終身雇用制だとか、そういう正社員で人生変わった人たちですからね、当たり前だと思ってるんですね、うん、ところが今の若者たちは生まれた時から不況ですよ、うん、で大学卒業しても仕事もないわけですよね、うん、で仕事に就けたとしても派遣労働とか、しかも違法派遣なんてザラだし、うん、正社員になっても厳しいですよ、そういう状況ですごく不安定就労の中で苦しんでる、うん、で一人一人の若者はやっぱり一人一人の若者みんな誇りもあれば、うん、プライドもあるんですね。その誇りやプライド毎日毎日踏みにじられてるわけじゃないですか、うん、まず就活でやられますからね、うん、就活なんてのはあれ本当にごまかしで、大学卒業した人の就職率が何パーセントですって言ってますけど、あれは大学4年の卒業の日まで真面目にとにかく就活を諦めなかった人たちが分母なんですね。でも実際には今大学に入ったら2年生から就職活動はみんなしますから、うんうん、1年2年やってるうちに100件ぐらい落っこちたりするわけですよ、うん、それでもう諦めちゃう学生の方がはるかに多いんですね実際は。そうですね、だから実際には大学卒業した人の中で就職してるのは半分ぐらい、うん、半分いかないだろうって言われてる、うん、あそれぐらいこう若者たちの置かれてる状況が厳しいのに、うん、そのことについて、まあ、我々中高年はあまりに知らなすぎる、うん、でナットランの一言で終わらせる、でそこへ若者たちは若者たちで、まあ、要するに差別受けた人たちの気持ちとかマイノリティの置かれた状況とかって何も知らないですよね。学ぶ機会はないですよね、うんうん、全く情報がないわけじゃないですか、うん、だから罪の意識を持ちようがないっていう現実がある、うん、本屋に行けば喧嘩流ですからね、一つとても、質問で私のちょっと気になる、ツイートが来ましたので、ちょっとここで読みましょうね。木野さん、どうもありがとうございます。ちょっと慎重な質問になりますが、被害者の方の立場として
許すってどういうことになるのでしょうか、うん、そうですよね。私もなんかあの浦本さんのようにこうなんていうんでしょう、客観的に整理できるまでには相当な時間がかかったんだろうと思うんですが、私だったらなんかまず顔見たらバチコンって一発でなんか殴りそうな気がするんですよね。そう思ってましたよ僕も、うん、許すというのは、うん、許すとか許さないっていうふうには思ってるわけじゃないんですよね、うんうん、ただどうして自分がこんな目に遭ったのかっていうのは正確に知りたいじゃないですか、はい、それはあの自分の主観で理解するんじゃなくて、うん、客観的にきちんと知りたい、うん、で知らないとまたトラウマっていうのは克服できないんですね、うん、でそういう意味で、はい、その真実を明らかにすることってすごく被害者にとって重要なことなんですけど、その真実、明らかになった真実が先ほど言ったようなことだったんですよね。あの今あのネットでこの番組を見てらっしゃる方の中にも、うん、たくさんの被害を受けた方々がいると思うんですね。でその人たちにもしこう何かあのこういうふうにしたらいいんだよみたいなことってありますか、うん、そうですね、うん、まあ、やっぱりあの勇気を持つことだと思いますね。一つは勇気、まあ、それは、うん、そのなんていうのかな、すごいことではないんですけど、でも差別はがき1枚で、ほとんどあの社会復帰できなくなる人たちもいっぱいいますからね。そうですね、参ってしまう人多いですよね、うん、でもやっぱり勇気を持たないと生きていけないし、で勇気を持てば仲間もできますから、必ず声を出せば、で泣き寝入りしてしまったらもう全部おしまいなので、勇気を持ってとにかく前に向かって主張すること、そうすれば必ず理解してくれる人が出ます。本当に、はあ、あの個人的な経験で申し上げると、もうだいぶ昔20年近くもっと前かな、うん、なるんですけれど、あの愛知の方で2人のカップルが、うん、あの若者を6人に、うん、あの殺された事件があったんですね、うん、でその時にあの殺された側の人たちは逃げようと思えばいくらでも逃げられる状況にあったけれども、うん、恐怖でそこに縛られてしまって、うん、まあ、逃げることができずに、殺されていくわけですね、うん、で、なんて言うんでしょう、いつも耐えていて、うん、ひどいことされても耐えていて、そしてその耐えていることによってなんとか今まで生き延びてこれたから、うん、今も耐えれば生き延びられるだろうとやっぱ思ってしまうんだと思うんですね。だけども気がついたらそれは殺されていったという形になったと。だからあのひどいことをされたらやっぱり声を上げるっていうことはとても大事なことだと私は思うんですね。あの正直にね、私もその2000年からのその石原慎太郎さんとのですね、はい、戦いがなかったら今がないだろうと思うのね、今急にこの嵐の中に自分がポンと置かれたら私も持たなかったと思うんですよ。でずっとこう積み上げてきて徐々に広がってきて今があるけれど、でやっぱりネットもそうですけど、いろんなところで言われた人たち、書かれた人たち、書いた人たちは忘れても、言われた人はもうそれでもう二度とこうネットをこうなんていうのかな、自分でね、活用しなくなるし、ネットの中のこう豊かさっていうのもなかなかこう感じないまま離れていく人もいますよね、結局そのやっぱりまあ今回の事件の場合でも100人もの被害者がいて、そうですね、全部が全部声を上げたのは、まあ、声を上げたのか、それはそうではないんですよね、うん、でただ僕はその被害者の中で声を上げられなかったからダメだとはもちろん思わなくて、まあ、上げられる人間が上げるべきだと思ったし、で僕は上げたいと思ったから上げたんですけど、やっぱりその勇気を持って前に向かって進んでいかないと絶対に物事はよくは回転してくれないですね、どんどん悪くなってきます、これは私警察で言われたんですけど、はい、こういったその事件について絶対に被害者はやってはいけないことがあるっていうふうに警視庁で言われて、何を、それは無視することだって言うんですね。無視すると、はい、こういう事件っていうのは大体において、まあ、ストーカー事件もそうですけど、大体において加害者っていうのは自分のレゾンデートルをかけてこういう事件を起こしていると、まあ、自分が結局自分がいるんだよっていうことを主張しているっていうんですね、はい、自己主張の一つとしてこういう事件を起こしていると、それをですね被害者が無視してしまう、まあ、無視するのは結局、黙ってじっと我慢すればなんとかなるだろうと思うからですけれど、はい、
でも無視してしまうと加害者は自分の存在を無視されたというふうに理解してしまうんですね。ちょっと待ってください、今なんかまた落ちてしまいました。大丈夫ですか、つながってますか。あ、こっちが落ちたのかな、ここもこっちの画面が落ちただけですか。放送は大丈夫ですね。はい、そっか、それってもう究極の身勝手ですよね。そうですね、身勝手です。そんなのに付き合ってたらたまらないですよね。いや本当は付き合いたくないですよ、うん、でもまあ刑事事件の被害者としてもう嫌が上にも付き合わされるわけですよね、はい、その時にとにかくその無視しない、無視しないと。でも こういう事件の時にね、うん、相手がどこにいるのかもわからなくて、分からないし何をやってるのかもわからなくて、どっから来てるのかもわからないのを、どうやって無視しないでお付き合いすればいいんですか。まあ、やっぱりそのとにかく毎日、うん、まあ、あの仕事もあったりいろいろ大変なわけだけど、うん、あの事件で苦しんでるってことを社会に対して訴え続けることがしかできないですよね、うんうん、で私の場合には訴えても取り扱ってくれないことの方が多いじゃないですか。多いですよね、うん、まあ、私の場合には幸いにもメディアが法で、あの取り上げてくれたわけですけど、うん、でそのおかげであの犯人が明らかになって、その事件が解決することになったわけですね、はい、だからやっぱり声を上げてなかったら絶対に解決しなかったわけで、その意味からもまあ言ってることは正しいんだなと思いましたね。うん、あのでも確かに声を上げれば友達ができることも事実ですね、うん、でやっぱり誰か理解してくれる人がいるのといないのでは違うじゃないですか、うん、で誰か理解してくれればやっぱり勇気って湧くもんなんですよね、うん、私もあのヘイトデモとかね、はい、でそこで戦ってくれているあの多くの友達がいて、でその人たちがいるということ、それ自体がものすごく自分にとっても勇気になるんですよね、うんうん、あの私はあのこの事件の被害者としてテレビの取材なんかも受けて、うん、NHK なんかにも出たりしたんですよね、はい、そしたらやっぱり全国放送だから影響力があって、うん、まあ、日本全国からものすごい数の私に対する励ましの手紙とか来たりするんですよ。あ、本当？本当にもらったんです。で本当四国の中学2年生からの手紙とかももらいましたしね、うん、それは感動でした。でやっぱりそういうのを見ると頑張らなきゃなと思うし、まあ、頑張れたりするんですね実際に、うん、でその時にですね、やっぱりさっきの断絶の話に戻りますけど、はい、犯人になくて私に会ったのはつながりだったんですね。あ、犯人にはつながりがなかった、うん、はい、だから孤立してた、ね、孤立して孤独で誰にも理解してもらえないと思ってた、うん、でその彼にとっては、うん、私を傷つけることが、まあ、具体的な私をイメージしてたわけではないですけども、実際には私を傷つけることが、うん、まあ、自分の自己主張の唯一のものになってしまったみたいですね。今のヘイトもつながり、うん、そういう意味ではつながっていくというふうに思われますか。まあ、ヘイトスピーチやってる人たち一人一人の状況っていうのがどうなのかということは全部一概には言えませんけど、うん、でもやっぱり、何がしかのそういう孤独とか無知とかがなければそういう行動にならないような気がするんですね、うん、私は。そう、つながりがあれば戦い抜けるんじゃないかなと、まあ、自分はそれにすごく助けられたので、うん、それだけで勝てるかってそれは分からないですけど、うん、でもつながりがなきゃやっぱり人とのつながりがなければ絶対に負けてしまいますよね、うん、周りはもうやめろとか諦めろとかって言いませんでしたか。いや皆さん気にするなとか、うん、頑張れと言ってくださいましたけど、はい、でも本人的にはもういい加減逃げたかったです。そうですね、はい、今こうやって一つ相手が見えて分かったからこそこう今このような形でお話ができますけれども、実際に見えないところで自分のことを誹謗中傷されたりとか、もしくはその自分の出自だったりすることを叩かれるということは実は人を殺すことでもあるんですね。でもそういうことがなかなか理解されない、理解されない相手側の中にもまたさまざまな問題があると思いますね。ですね、もっとゆっくりお話を お伺いしたいと思ってるんですが、そろそろ残り 5,6 分になってきました。他にコメントがあったら少し、いきましょうか。それだと被害者側にばかり負担になってしまいますね、うん、そうだよね、うん、
ね、被害者の方が頑張らなければいけないというのはなかなか辛いですよね。まあ、そうですね、本来はそうじゃなくてもいいなとも思うんですけど、うん、残念ながら今の日本の現状ではそういうところですね、うんうん、私はね、被害者と加害者と第三者っていうのはきちんと分けるべきだと思ってるんですね、うんうん、で被害者はきっちりと声を何とか頑張ってあげていく、助けを求めていく、うん、そして加害者になった人たちの、いや被害者になった人たちの 代理人になるのは第三者はやめようと思ってるんですね、うん、第三者になった人たちは絶対にどんなことがあってもその加害の事実に対して再発防止をしなきゃいけないというふうに思っています。あの実は先ほどあの許しというね、あの質問が来たんですけれども、あの区会浄土の、名前が、ああまた出てこない、あの方、あの、はいはい、なんだっけ、石村さん、あ、石村さん、ごめんなさいね、はい、もうね、どんどん私も退化してますよね。石村さんがね、あの、自分たちのことをそのこれほど苦しめた、うん、そのまあ、水俣のね、窒素に関して許すって言ったのね、うんうん、で許さなければ自分がもうこれ人間としてはもう生きていけない、ね、そういうふうにして被害者を思っているんだって言ったんですね。被害者が許すと言って、そしたら加害者もみんなそれでなかったことにしようっていう話ではないと私は思ってるんですね、うんうん、被害者が許すと言ったならば加害者はそれに対して真摯に向き合わなきゃいけない、そして第三者はどんなことがあっても再発防止をするために徹底的にこれをね、やっぱりその突き詰めて、そして二度と同じことが起きないようにしていくという責任があると思うんです。被害者の代弁をすること、加害者の代弁をすることではなくて、被害者と加害者と第三者にそれぞれの責任があると私は思っています。だからあの浦本さんがね、この相手に対して許すと言ったけども、私はこの件に関しては、まあ、許すというか、まあ、ある程度のこう、はい、なんていうか理解をしたと、うん、自分の中で整理をしたと、うん、だけども私は許さないと、うんうん、私は同じことをさせないようにどうするのかな、うん、というねことをやっぱり考えていかなきゃいけないかなと思うんですね、はい、最後にあの被害者 あの加害者の方に対して今どんなお気持ちでいらっしゃるんですか。加害者の S 君はですね、うん、まあ、出所した後私との文通もあって、うん、今反省してます本当に、うん、でそれ自体は私はありがたいな、よく反省してくれたなと思っているし、うん、でまあその中で、彼にはできる限り早く生活を再建して仕事について、うん、欲しいなと思ってるんですけど、やっぱり実態はなかなか厳しいですね。彼は未だにずっと派遣労働者続けてますけどね、うん、また彼が同じことをするとは思いませんか。いや、それはないとは思うんですが、うん、ただまああの生活状況が変わらなければ、うん、やっぱりその彼のフラストレーションというか、あのストレス自体はずっとあるわけですよね、うん、でそれはやっぱり彼にとって厳しいことだろうと思うから、うん、厳しくてもやっちゃいけないことはやるな、うん、ということはやっぱ教えないといけませんね、うん、だから、うん、もう一つあるのはその彼の境遇だけではなくて、うん、やっぱり無知っていう、うん、あの被害を受けた人たちの気持ちなんて何も考えてないわけですね、うん、彼は。そうですね。で被害を受けた人たちの状況も分かってないし、うん、でそれがあるから平気なんで、うん、やっぱり、うん、その無知の克服っていうことももう一つ重要な課題になるんだと思うんですね、うん、知らないといけませんね。やっぱり知らないと学ばないダメですよ本当に、うん、ね、ここでちょっと5本を紹介したいと思います。5本といいますか本ですね、2日前に、昨日かお会いしました木村、元彦さんが書きました、オシムの言葉、それから、ナショナリズムの誘惑というこの2冊の本ですけれども、実は30年前に一緒にピースボートに乗った若者だったんですけども、今ジャーナリストになりまして、このオシムの言葉の中にはいかにその民族とかそういったものがこう対立させられて、そのしんどい中で融和をしていったのかという、うん、この対立についてもしっかりと書かれています。ぜひ一度こちらの方もお手に取ってご覧になってください。そして、今回の事件は解決できた
大変数少ないものの一つですよね。で解決できずにそのままで、なんて言うでしょう、曖昧になりながら泣き寝入りしているものもたくさんあると思います。そして今ネット上でいろんな形で、誹謗中傷しているものはそのうち きちんとした記録が取られるようになり、そして被害者が声を上げればそれは確実に犯罪として訴えられるということもここで申し上げておきたいと思います。今度の場合は2年間の実刑でしたね。はい、そうですね、はい、脅迫というのはそういうような形になっていく。でそれが知らなかった、教えてくれなかったではやっぱり済まされないということになります。私たちも伝えきれなかったことに対しては反省をしていかなきゃいけない。そうですね、私たちの世代はなんか割とこうもう分かってるだろうっていうようなところになってしまいますからね、しっかりと伝えていかなきゃいけないなと思います。そして、来週なんですけどもすごいんです、週刊金曜日とのコラボでございます。そして、乗り越えネットの共同代表であります鈴木邦夫さん、そしてジャーナリストの安田浩一さん、このお二人が、タイトル何で愛国についてでしたっけ、ちょっと今愛国者が、ちょっと待って、画面が見えない、はい、愛国者が憂鬱になる、なぜ愛国者が憂鬱になるのかというので、ぜひこれも来週見ていただきたいと思います。今日は379人の方が見てくれました。どうもありがとうございます、ね。そして、なんと749のコメントもいただきました。なんだ、妖言呼ぼうぜ。この888というのがパチパチパチというのを私はこの間学びましたので、どうもありがとうございます。一日も早くネット上の差別発言なくしたいですね。いろんな人たちがきちんと表現をすることがとても大事で、やっぱり差別というのはね、自分自身も壊していきますから ね、今日は浦本さん本当にこう長い間ありがとうございます。ツイッターで感想ください、お待ちいたしております。乗り越えネットはツイッターを始めました。実は私もツイッター始めました。なかなか私は親指が動かなくて困っておりますけれども、ぜひ乗り越えネットTV、 そして、ツイッターの方もご感想お待ちいたしております。乗り越えネットの公式ツイッターは、シャープシャープ乗り越えかな、乗り越えネットですね、アットマーク乗り越えネットどっちを読めばいいのかな、これで大丈夫ですか。すいません、失礼いたしました。もうちょっと私も勉強したいと思います。頑張ります。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ではまた来週。